久しぶりにちゃんとあの配信したかも。顔出してずっとラジオだったので、今日はテレビではないですけれども、今日夕方すごい大きな地震があったんだね。宮崎、震源地から離れたところにいたから全く揺れとか感じずにだったので気づかなかったです。大丈夫でした皆さん。なので今日はより明るめな時間をお届けします。そういう時こそならんっていうね、精神で、まあ、そんなに長くはやらないけどみんなが無事であると祈って。そうですね、今日は私たちのあれ間では8月8日ということで、エイトの日ということで、今日私 X であの上げたけど、あれはあの過去のエイトの日で書かせてもらったやつを再編成したものなので、そんなにあの新しく書いたっていうか、そんなあれ大したあのあれではないんですけど、何かしたいなと思ってたので、エイトくんだけちょっと今日新しくちょちょって書いたけど、新作じゃないですね。過去のものをちょっとパーツの配置変えただけなので、あれ全部新しく書いたわけじゃないの。夏っぽいのがいいなと思って。本当？あ、嬉しい、よかった。今日私はもうお休み、お休み、仕事は、うん、そうだから明日はあるんだけど、今日はあの親友に会ってご飯を食べてました。親友はあのあるところに旅行に行って、そのお土産を渡してくれて、私も北海道のお土産渡したいなと思ってたから、それをがあのお土産交換庫、あとあげたいものも他にもあったから、そんな大人な時間を過ごしました。帰ってきた。来週は1週間、そうちょっとあのお休み欲しいですってちょっとお願いして行きたいところがあるので、しばらく結構その旅先にいるかもしれない、お家にいないかも。私休みくださいって言ってちょっと NG 出して、そういろいろ旅したいなと思って。北海道はね、留寿都っていうところ、お仕事でこれは行ったんだけど、留寿都というところに行ってきました。ね、合ってるよね来週、あ、来週あの日本のどこかにいます。あ、本当行ったことある。6月に行ったんだっけ私。そう、あれ違うか、7月、7月だ、舞台終わった後だもん。すごい過ごしやすい天気だった。みんちゃんのバスツアー北海道でやろう。茨城飛ばしていきなり北海道行くの、いいの茨城でやらなくて。いや思ったけど、おでこ出した方が涼しいな。まあ、今日はね、あの友達とご飯に食べに行くっていう予定があったから、ちゃんとメイクとかちゃんとしたけど、全部出した方が風が顔に当たって涼しいね。おでこりんだね今日。
あ、本当？嬉しい。似合ってるだって。やったね。これ新しく洋服買ったらいい、合わせやすくて。そっか、高いのか今。どこもそうだよね。友達にツッコミで頭叩かれたら怒るの？あんまボケることはないからそんな叩かれるあれないけど、でも嬉しいかな私。そん関係性もそういう楽しい時間も怒らないと思う。なんか嬉しいと思う。良くない？そういう愛だから。髪型が大人っぽくていいらしい。あ、本当？嬉しい。ベリーグッドだって、イエーイ。そう、それが昨日だっけ、ラジオやったの。それがちょっとなんか最近好きな色味というか、合わせやすいし。黒がいい。今ねちょっと落ちてきて黒じゃないんだけど、まあやっぱこれがね一番しっくりくるよね。染めてたのは自分の中でもすごい珍しくて、あのちょっと前にこう明るめにしてたの、あれは のある種の威嚇だったので、威嚇だったんだっていう。ちょっと強がりたいみたいな、ちょっと勝負どころみたいな、ところがあったのでっていうの、まあ、もしもお仕事の関係上ねっていうのもあるんだけど、気持ち的にはそういう気持ちになれたのでよかったです。頭に何かつけてるの？そうだね、あの細めのね、見えるかな、カチューシャつけてる。最近また指のこのつけてるアクセサリーも新しく買ったの。可愛いでしょ、大人っぽい。配信終わったらないよ。もう今日することないでしょ、もう寝るだけだよ。もうしないしない、これが最後。もう小物大好き。家事はバリバリ残ってる。なんなら昨日と変わってない、全然。やがってね、アイス食べるもしないね。さっき食べてきたデザート。ちょっと今日は寝ちゃうかも。なんか今もね眠い、すごく。全然ね3分ぐらいあればすぐ寝れるかも。目が乾いちゃって、お腹いっぱいな。でも今日は偉い、おしゃれに食べてきたので腹8分目、いや7ぐらい。全然ラーメンとか食べられると思う。食べないけどね。今してないな。前は非常食とかと思ってなんか買いに行けなかった時のために、忙しい時とかのために本当に非常食って感じで、ごめんね目つぶって喋ってるけどちょっと目がショボショボして、そう買ってた、置いてたんだけど、カップラーメンとか。でも今そんな
何かに追われることがないから、うん、アイスはねあるよ。カップラーメンとか食べる意味ねえ、なさそうじゃない？自分で言うめちゃ食べますよ、食べる食べる。意外に思われる、すごい。誰かに言われる、パエリア食べてそうとか誰か言ってなかったっけ。ね、なんか言われた記憶がある。まあ、好きだけどそんなしょっちゅう食べてるわけもなくて、普通に大好き。むしろそういうジャンキーな感じのやつ大好き。私めっちゃ食べる、好き。無添加のもの、むしろねそっちの方が苦手かもしれない、味が。私もちろん食べてみて美味しかったってやつもあるんだけど、それも好きっていうのもあるけど、あんまり好んで食べないかもしれない。あと分かんない、よくどこに売ってるのか分かんない。ラーメンは、うん、まあ食べる機会はそんな多くはないけど、でも何でも好きかな。北海道でこの間行った時、味噌バターラーメン食べたり、豚骨かな、豚骨か魚介系かな、好きな。いや、食べる時は何でも好き、食べる機会が少ないだけで。夏はちょっとしんどいかもしれない。冬になると好きになるかも。汗かくからね。なんか寝れそう、もう寝れるな。あ、マリナ、お城建ててくれてありがとう。エイトの日だから、嬉しい、ありがとう、ラブ嬉しい。エイトの日、今扇風機を自分に直接当ててるからだね、これ。ちょっと風ここあんまなくて、近くの絵だと思って小型の扇風機してみましたら、すごく眠いめっちゃ眠くなってきちゃった。うん、目が乾く。風がちょっと、エアコンここないんだよね。風が吹いてる、ね、久しぶりに聞いたよ、風が吹いてる。踊り覚えてるのかな。チュ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 、それでも未来へ。あ、もう覚えてないわ。風が吹いている、頬に感じる、いい街の息吹、それでも私はよく生きてゆくさ。でもやってた方だと思うよ、ミネルヴァ公園出てたし。ドアが開かせた、地面よかパン。アウトロの方が覚えてるかも。もしも風が止んでしまう、消えた世界はないんだ、どんな時も呼吸をしてるように。ほら、ここ苦労したからね、覚えるのね。靴下すごく黒くなっちゃった。ああ。配
信頑張って、応援されちゃったよ、無理してやってるみたいじゃない。くんも入ってくれた、ありがとう、いったの日ありがとう、コリンくん、わー嬉しい、ありがとう、お祝いされてる。エイト君の誕生日祝いみたいな、エイト君も、まあ正式に言ったら4月3日とかになると思うか。まあそしてそういうことにしましょうか。嬉しい、みんなりんちゃんの引用してるだって嬉しいですね。もう眠くてそういうこと眠くなってきちゃった。ああ。でもそうだよね、めっちゃ眠い。離れててもみんなつながっててね。この先もきっとこの2日はなんか特別な日だよね、きっと。こう表にこうさ、私は今回ちょっとそのなんかな、まだ卒業して1年目だしなっていうのも、まだみんなと先に卒業していった子たちに比べたら、もしかまだねちょっとほんの少しだけさ、まだいたっていう感覚が残ってるからさ、なんかアクション起こしたいなと思って、それでなんか過去に帰ったやつ直してあげたりみたいなことしたけど、でもきっと、うん、いた人はこうやって何か投稿したりとかしなくても、日付を見たら、あ、そういえば今日はこういう日だったなって心の中で思うんじゃないかな、何年経っても。なんか私こそさ、そういうことしないとなんか白状もって思われそう、なんか。まあ少数はまだそんな、わかんない、アンチなのかどうかわかんないけどまだそんなこそうやってさ、しがみついてるのみたいな感じに言う人もちょくちょくいるけど、まあそこは言わせてよってことでねそう、このチームで始まってこの世界入ったから、そこはさ思い出させてよっていう。でもなんか昔とそういう意見に対してなんかすごい普通にそういうこと言うと、今までは傷ついてたりしてたけどさ、でもこういうのが大人になるってことなのかな。別に何かを見に行ったりとかしなくてもこう届くわけじゃない、自分のもとに。そう、届けてくださって煽ってるみたいになっちゃう。でもそれもさ、なんか興味を持たれないことより、なんかそういうこと言ってくれるってことはなんかありがたいことなんだなっていう気持ちになってきた。なんか不思議と、何かをしても何も反応がないっていうのがね、一番昔はそういうことを思わなかったけど、それを成長って言ったらある意味悲しいのかもしれないけどさ、もっとそういう大きい気持ちで活動できてたら違かったんだろうなみたいな、何も怯えずに。結
局感謝だよねって思ったりする。やっぱり私が見てきた、一緒に活動してきた人の中でやっぱりこうずっと一番こう人の目に触れるポジションに立つ人とかさ、長く続けていられる人っていうのはさ、やっぱり感謝っていう気持ちを忘れないっていう、そこにちゃんと重きを置いてるっていうか、それの価値が分かっている人っていうのがやっぱり立ち続けている人だなってすごい思います。大体うん、でもそれは私がいる世界だけじゃなくて、どこにいるみんなも感謝に気づけてたら、あんまり人のことをうんって思うことないと思う。忘れた瞬間とか、それの大切さにちょっとその人の中でその価値が下がったんだろうなって思った時って、やっぱりあ変わったなって感じること多かった。うん、感謝。自分のなんか状態、心の状態もそうだし、客観的に見た時あんまり自分の今の良くないなと思った時、やっぱそれがちょっと自分の中で正直薄れていた時だったから、うん、それは身をもって感じてます。やっぱりちょっとあなんか最近いい調子いいと思ってさ、鼻伸びちゃった時と伸びちゃったりにしてる時って、やっぱり本当に良くないね。それがなんか自分で気づけたから良かったです。真面目な話だけど、めっちゃ大事じゃない？わかる。10年ってめっちゃ早いよね。わかる。あっという間。まあ、確かに勉強になったことがたくさんだったけど、うん、やっぱ入った頃と全然変わってないよ、私。心の中、自分の中では。経験もたくさん、思い出もたくさん増えたけど、やっぱり何にも変わってない。いい意味でいい意味で何も変わってない。10年前って何してたかな。8月あれかな、合宿してたのかな、まあ、公演かな、劇場公演にみんなで立ち始めた時期じゃないかな。パーティーってやってた。ヒダヤとあなたとクリスマスイブを歌ってたかも。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつか今日も思い出すわ、メリークリスマス and I love you。 やってた、覚えてた。意外と私たちあの歌やってたからさ、みんながユニットとかでさ、先生にめっちゃダンスのダメだしとかそうやってるのさ、歌だったから、私たちは
わあユニットで踊る人たち大変だって2人でハモりながら見てた。左元気でしょ。左は合ってる方だね。インスタグラムずっと綺麗な お姉さんしてるよ、ひだちゃん。怒られるのは当時ショックだった。私は全然もう昔からね、指導者厳しめタイプの人に当たるの多かったので、なんかヤマハ音楽教室も行ってて、その先生も結構厳しかったし、それを行くの怖かったもん。怖くてサッカー少年団のコーチも激飛ばす系の人で怖かったし、ダンスもめっちゃ怖かったし、テニス部の先生も超怖かったな。あれは怖いって言わないか、みんな怖かった。なんか心をこうなんかホッとしながらこう過ごせるのは、あのチームメイトのキスバイエット横内さんとかすごく優しくて、あとは三富かな、三富の演出してくださった方もすごい優しくて、穏やかというか稽古期間中ずっとこう静かにこう明るめにこういろいろ言ってくださるっていうか指導してくれて、もうあとすごいですよ、あのすごいですよって言い方あれかもしれないけど、結構もう言ってくれる方だったので、全然私もうむしろそれがないと不安になるくらいの、横内さんもすごい優しい、不安になる逆に、えもっと言ってほしいっていう気持ちになる。あよくね AKB もこうお世話になった、マジマリシリーズでお世話になった丸尾さんはすごいと思います。あれでも多分気を使ってくださってるっていうか、メンバーに対して結構挫折した人が多いと思うな。もう全然理不尽とかそんなことは全くなかったですよ今まで。多分あの私の舞台とかよく来てくださった皆さんは分かると思うけど、アフタートークとか なんて言うんだろう、最後のご挨拶とかではすごいなんかポンコツチックな感じでなんかねいらっしゃるけど、とんでもねえですあれ、詐欺詐欺別人ですもん、想像つかないもん。でも私はとてもなんか自分を育ててくれた方だと思ってるので、師匠なので慕っているんですけれども、私はそういう方たちにこう指導していただく機会があったので、全然ダンスの先生めちゃめちゃ優しいと思います、うん、そういう人たちって愛でね動いてるから、絶対に作品とかダンスでもそうだし、そういうものを良くしようと思って言ってくれてる人たちなので、でも一番最初にやったレッスンがアンナ先生の、牧野アンナ先生の会いたかっただったんだけど、なんか会いたかっためっちゃ全力で、でもこうそれはちょっとビビって、最初の一番最初のレッスンだったから本当にビビってて、サイドステップとかめっちゃ全力でやってって、結構ピシッピシッと指導してくれたもので、全力でやりすぎても途中でなんかクラクラしてきちゃった。私会いたかったやってる時に過呼吸になったことないけど、ちょっとなんかそれなんか本当に言ったことあったっけ、これなんか寸前まで行ってマネージャーさんに楽屋までなんか抱っこされて運ばれたもん私。あんま行ったことないよねこれ。
メイキングハム入ってなかったと思うけど、そんぐらい本当にこれ信じられないよね。恥ずかしくてあんま行ったことなかったんだけど、そう行ったことないような気がする。そうなの、気合い入れすぎちゃって。そんなやら、そんな状態にそうなる私の方がおかしいんですけれど、ちょっと待って、運ばれて私笑っちゃうよね。会いたかったってそんななる人いるっていう。いつ本当に 1年目入ってたから1週間2週間後ぐらいのレッスンで、鮮明に覚えてますね。恥ずかしい今思うと。ちゃんと漫画みたいに目の前がキラ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 しちゃって。全然全然大変とかじゃない、必要なあれでしたので。いや本当面白いよね。だからそういうのって漫画ってなんだよ、なんかクラクラって言った時星描くのかなと思ったけど、あ本当にキラキラが見えるからあれ星描くんだと思ってない？本当にやばい時って本当にね、目の前すごい綺麗なの、しかもそれがキラキラキラって、あー綺麗みたいな。なんか蚊に刺されている、どこでだ？今日？あらそう。あね、あの時ね学業ねよくやってたよね。ほんとほんとだぜ。いや今もう一回通いだしたら理解力深まってそうだな。なんかもうそろそろ切れそうだな。どうだろう、一応まだ確か復学しようと思えばまだのいけるんだけど、まあ、それはあのカリキュラムとかがあるから途中からとかじゃなくて、まあ、医療なのでまた1年生からゼロからやらないといけないんですけど、多分卒業その届け出してから10年とかだった気がする。いやーほんとね、それが一番苦しかったですね私は。だから今だな、夏休み中だけど、幸せ。あそう、泣きながら言う、懐かしい。夏休みの宿題今のところないかも。ないないない。カレンダー あの出すよってお知らせしたやつ、あのファンクラブのイベントで、それの撮影も終わって、今そのどの写真を使用するとか、じゃあこういう特典 がいいかなとか、なんかそんな作戦会議があったりとかして、その選定が終わったぐらいかな。でこれからデザインとか、はい、写真がその完全に上がったらそういう作業に入ってくっていう感じかな。カレンダー、カレンダー、そうカレンダー出すんです。あちゃんと表でまだ発表してないのか。まあそれは後で正式にちゃんとバンって出すんだけど、
ちょっと予告的な感じでファンクラブのイベントでそれを発表させて先に出したんですけど、そう、まあ、ちゃんとその声を出しましたね。なんか画像というか写真をちゃんと出すので、まだ正式には出してないんですけど、もう自分でそのこういうのにしたいみたいな世界観とかそう決めてやったので、お気に入りを表紙にするっていうよりかはもうそれを表紙にするって先に決めて撮ったので、まあでも出たらこれが好きとか全部好きなんだけど、そんなのも言えるのがあったらいいね。あ、そうだからもう本当私プロデュースって感じで、そのデザイナーさんっていうのかな、アートディレクターさんっていうのかな、そういう方も自分でこの方がいいなっていうのでオファーして、それで来ていただいて世界観こういろいろ小物とか作っていただいてっていう感じで撮影が進んできました。また9月とかになったら一つお知らせというか、なんか乗るというかそういうのもまた別で一つあるんですけど、そうだね、ちょこっとずつ出ると思います。蓄えてたものが、あ、そうだね、カレンダーはもう一つです。もちろんアザーのカットのものが何かに使われたりとかそういうことになってくるのかな。まあ、そういうのを前決めてきたんですけど、あ、いえ、今回は卓上のもの一つです。全部自分で決められるの、うん、楽しい。すごく今まで撮って終わりだったからね、何でも撮影ものって。まあそれは確かにあんだけね人数と量があったら一人ずつにどれがいいんだよなんて、まあ、不可能ですからね。あ、もちろんその皆さんにこうしてほしいっていうのももちろん意見として見たし取り入れたいのはあるんですけど、やっぱりその現実的にこうなんて言うんだろう、可能なものとしてはそれだったのでという形で今回は、まあ、カレンダーはこの先も出せる機会はあると思うので、それはちょっと次回というか今回その実現可能だったものとしては卓上だったので、私まだ卓上出したいなと思ってたので、もちろんみんなこういうのがいいなっていうのを目に入れてたし聞いてはいたんだけど、そう、あ、本当嬉しい。がっかりされた、悲しい。まあまたいつか出すから、大きいのね、わかる、大きいのいいよね。格言私そんな名言とか何もないけど売れないそうなの、やだ、恥ずかしい恥ずかしい、イケてると思ってんのって思われちゃうよそういうのやだやだ、ないでしょ私そんな。デビュー当時の写真なくない、そんな権利的に無理だと思うんだけどみんなから提供してもらうしかないかも。
自分といえど権利があるっていう。結局りんちゃんが大好きってことで、だって嬉しすぎる。それはお楽しみです。衣装とかも自分で決めたの、まあ、こういうものにしたいっていうものを資料集めて提出して、それをスタイリストさんが集めてくれて、じゃあこれでこれでみたいなチョイスも自分でしました。あ、イラストカレンダー、カレンダーでは出さないかもしれないけど、でも自分のそういう交友関係も広がってきて、個展してるからなんかこういう感じで進めてるんだよみたいな、そういう学べる機会もあったので、ゼロではないというか、知識がどんどんそういう現実に帯びてきたっていう、なんて言うんでしょうかね、そういうものにゆっくりゆっくり進んでるっていう感覚かな。今日のネックレス、あ、これすごい気に入ってて、昔からよくつけてるの、かわいいよね、好き。あー、ちょっと眠気覚めてきた。やっと、でも11時半だね、遅いね。今日の顔好き、あ、本当？今日すごいナチュラルメイクですね。あんまりまつげを上げないことにハマってるの、気づいた。上げても上げなくてもなんか変わるか、変わるか。でもなんか実際に人と対面でこう会った時に見るの、写真だと変わるけど、なんかあんまり変わんないなみたいな。上げない方が楽だなみたいな。そう、引き算メイクです。あんましてない。チークとかはすごいするけど。アイシャドウもほんとキラキラだけをつけるとか、うん、ネイルしてる。でもこれ撮影に本当にね、ちょっと今伸びちゃってるからちょっと見せるの気が引けるんだけど、明日変えるんですけど、ちょっと今伸びてるけど、こういうシンプルな色が、でもちょっと明日からね、ちょっとタイムでの期間はね、そんなにこう何かに徹してなんか派手にやっちゃいけないみたいなものはないので、ちょっと可愛いのつけようかなって思って。あ、ゆきさんのコスメめちゃめちゃ使ってる。一番はこのマスカラ、唇も好き。髪の分け目、あ、そうだね、いつもこうしてるけど今日はこっちにしてる。できないから伸ばした。それはちょっと不快なのでやらないかも。うん。程よく美しく見える長さまでにしたい。
ニーテールが一番に。本当？あ、本当？あんま最近やってないの。指は今指エクスつけてるの。二つつけてるやん。これ可愛いでしょ。リップ何色？リップの色とか詳しくないんだ。詳しい人いるのかな、わかんないよ。なんだろうね。オレンジ？コーラル系？ハーフアップめっちゃ好きなんだけど、したいんだけど、長さが実はこうあっても足りなくて、もうちょっと似合わこの間やった時似合わなかったから読むと。なんか今の自分の好きな服の系統と、あの元気で可愛いイメージの、あのハーフアップがねマッチしない。ちぐはぐしちゃう。あんま似合わなかったの。デニム系とかああいうバッチバチの時だったら似合うかもだけど、今のこういうテイストのものにはね合いませんね。そう、色とかね、そうだね、ピンクの洋服とか着てたらまあいけそうだね。その長さやったら足りない。長さっていうか量かな。今私長いの全部ねエクステなの。これ本当の長さ今ね。あ、これだね。これとかのも今あと全部つけちゃって、ほらこの辺とかまでで。できないのよ。そうパラパラパラって出てきちゃう。ね、自前に見えるよね。すごい相性良くて、髪の毛細くて私だから合うのすごく。うん、りんちゃんってなせ、そうレギュラーのもの以外はもうずっと夏休みもらってます今。入れないようにしてもらってます今は。その分秋冬頑張ります。そうです、明日は19時から21時まで。いつもとまた違ったあの特別バージョンで明日は放送します、アベマ TV。 あ、嬉しい、ガッちゃん久しぶりじゃない。久しぶり、嬉しい。2つも立ててくれたのありがとう。ありがとうガッちゃん、元気、嬉しい、ありがとね。そう、明日ミッドナイト、あの特番なので明日ミッドナイトじゃないんです、9時までです。フリーザ様にはいつ会えるの。すごい聞き方するね。でもやっぱり稽古が始まってからだと思いますよ。そういうこと聞きたかったことってそういうことだよねきっと。はい、あの始まってから顔合わせとかした時に、あ、でもこの間ビジュアル撮影した時にもご挨拶できました。でもちゃんと一緒にするのは多分そうですね、本格的に稽古が始まってからだと思います。
ロスダさんって本当に飲んでるの？本当に飲んでますすごいよね一時期本当にさ酔っ払っちゃってて本当大丈夫ですかってなと思うあの匂いしますかって聞かれて全然しない、大丈夫です。したとしても私が好きなのでそんな嫌悪感は全くないですよ。いいなぁと思う、うん、ピアス好きだよ。私ピアス開けてないよ。そう痛そうと思っちゃってできないイヤリングいっぱい持ってます。バランス考えて今日ネックレスもしてるし指に可愛いのつけてるから耳もつけたらうるさいかなと思ってしていません。イヤーカフ好き。やっぱね最近ねゴールドとかパール系とかこう女性らしいものが特に好きかな。ちょっといかちめなものは最近お休みしてますね。りんちゃんには水が分かる。あ、ボートレース。あ、置いてる置いてる。飲むタイミングがないから飲んでないだけで置いてますよ。でもコメント見るために置いてあるあの何タブレットに隠れてる。うん、あるよ。いつも思うけどネックレスの趣味嬉しいまあでもね結構ねファンの人がプレゼントでくれたものとかも多いよ。これは自分でいいなと思って買ったやつだけどみんなのセンスもいいと思う。すごく、うん、時計もね実はねファンの方があのプレゼントしてください。結構この辺につけてるものってね皆さんからいただいたものが多くて。そうなの。お大丸のチーズパンの話してる。あ本当？あ嬉しい。最近私は食べてないわ。いつかみんなに言わなかったっけ。東京駅の大丸の地下1階にやってるねチーズパンがすっごく美味しくて私初期から好きなんだけどお店ですっごい人気なんだって。あれ本当に美味しいよね。嬉しい。それプレゼント系は何系が一番いい。なんだろう。でも様々かも。何が一番とかないかも。本当にいろいろみんないろいろ考えて買ってくれたんだろうなってすごい思いが伝わってくる。うん、お洋服でも意外とそんなに珍しいかも。お洋服送ってくれる人って実はあんまりいないかも。だからされるととっても嬉しいですね、うん、確かにね合うとか分かんないもんね大きさとかね。あでもそっかそのカテゴリーで言ったら結構なんかご飯くれる人めっちゃ嬉しい。すごく嬉しい、うん、マンションはマンションはマンションですね。
そういう意味でマンションって聞いたの。いるわけないじゃないそんな。そんな大きいものプレゼントしてくれるの。でもそういうなんか自分毎回持ってていつか暮らしてたら本当にそれをもらってそこに暮らしてたらいつか乱入してきそう。怖い。だって俺が買ったしって言って。すまなーい。うん、恐怖体験になっちゃうから。映画にありそう、確かに。引っ越したくないもんね。いや、引っ越したくない、もうめんどくさい、もうここがいい。東京で仕事をするために、うん、暮らすっていうのであれば、まだ実家もありますけど茨城に、ここでそのために暮らすんだったらもう永住したい、今いるこの町に、このお部屋に。やだ、もううるさい。いやでも完成してるもん、ある程度。最近子供たちの声、あ、最近聞かないな。夏休みがどっか行ってんのかな、全然しない。だからさ、なんかこの何マンションの中とかさ、壁とかこう新しくなるって、まあ、白い部分とかもあるんだけどさ、子供たちがさ、サッカーボールとかさ、あのなんか結構こう何自転車、ミニ自転車みたいなのでさ遊んでるからさ、せっかくこう新しくなってもさ、私の家の前のさ壁とかさ、その車輪の跡がついてたりするの。新しくしたばっかりのにと思って。楽しく過ごされてますよ子供たち。おそらくだけどね、本当にね、うん、確実にね、このフロアはね私以外みんな家族だと思う。めっちゃ子供いる。うん、ファミリーだらけ。にぎやかですよ。とても、あ、心配されてるもん。スケジュール喋んな、だって。いや、そうだから、だから安全、すごく、うん、暖かいフロアです。でも多分きっとみんなもね、もうちょっと大人になったんだかも。最近そんな聞かない、落ち着き出てきた気がする。それを感じるくらいには結構長くいますね、このうちに。挨拶されます、子供さんたち。でもやっぱ会った時は「こんにちは!」って言ってくれる時もある。照れを感じる時もあります、ね、こんにちはって返す。なんか少年団に入ってるみたいな挨拶するな、あの子は。何年目、え、何年目だろう、結構住んでるよ。6年くらいなんのかな、それはないか。なんかみんなの方が詳しそう、忘れちゃった。6、7年、あ、7は言ってないかな。5、6年な気がする。なんかみんな礼儀、皆さん礼儀正しい。エレベーターとか一緒になるとなんかおやすみなさいとか言ってくれるタイプの人が多いです、奥様方とか。
お上品さを感じますとても。いやほんとね、そういうのないとこだと思ってた東京って。あ、そうなの？おー、え、マンションだとやっぱするよねきっとね。そう、申し訳ないけどちょっとなんかそういうところはなんか冷たそうだなっていうイメージがちょっとあったかも、うん、逆にしない方が怖いところはあるな。挨拶から始める。あ、江戸の日らしいこと言ってる。そうだよ、挨拶大事だから。本当に歌詞自信なくなって、あんなに歌っててもさ自信なくなってきちゃう。にっこり笑って挨拶してみましょう。片思いちゃうの人見かけたら、ぎこちなくてもいいよ、今できるのはそれくらい。恋はいつだって止まり、チュ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 。踊りはね、これはもうね結構歌ってるから、チュンチュンチュン。やめてよ、そんなめっちゃ歌モードになっちゃうじゃん。チュレイラボラ、ありがとう。まあドキドキしてくるよね、想像したんだけで、ほっぺたがほってたり、手のひらが汗ばんでくる。これ自分の歌割りじゃないから、だって踊ってるから基本的に。まあ目が合ってしまったら、うつむいてしまうかも、心臓が飛び出そう、緊張するのは当たり前ね、朝の日差し肩につけ。これや叩かれるよ、やだやだよ、そうだって不安になってきちゃった。歌えなかったらめっちゃバッシング。ここまで歌えたらもういいでしょう、素晴らしい、素晴らしいです。確かにこう一番歌わりじゃんねっていう。言って最後のうちね、そんなにやっぱりね、エイトの曲はもうできる機会なかったからね。制服の羽はいけるじゃないか。修行チャイムが響く直前、変わって走る君を窓から見てた。スカートの裾風に翻す姿にキュンとしてた。チュチュンチュン。クラスの中で目立たないおとなしい君だけど、僕だけは知ってる。誰よりも可愛いってこと。制服の羽広げ、風に乗り飛んで来い、この手伸ばして僕。なんだっけ、やばいやばい、待って、この手伸ばしてと、なんだっけ、で、飛ばせ飛ばせ飛ばせ。君の背中チェックした2番だよね。え、待って、思い出せない、なんだっけ。僕が受け止めて。やばい、待って、忘れちゃう。
これこうどうするね、今の忘れたわけじゃなくて、受け止めてあげる、遅刻なんかはさせない、ちゃんと授業に間に合う、君のためだったら力貸すよ、願いは叶うもの。フラン、怒られた怒られた。しばらく歌ってないから、今思い出した、今思い出した自分でもびっくり。あー、そう、くまちゃん、そう、じいじゃんありがとう、初めて見たよこんなイケイケくまちゃん、夏仕様なのね、ありがとう申し訳ないありがとうございます、嬉しいです。大きいね、こんなお城よりでかいクマなんてことある？すごい、ありがとう。47もね歌ってますから。真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか、今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね、幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい、47の素敵なあの街で歌を歌いながら会いに行こう、大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる、47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる、いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の輪。完璧、完璧やがな、素晴らしいね素晴らしすぎる、いつの日おめでとう、おめでとうだね。すっごいミラボル回ってるぐ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 る回る回る、夢のルートってほんといい歌詞だよね、勇気づけられるよね。でひーちゃんとかね、だって卒業系のところに結構入れてたもんね、夢のルート、ほんといい曲。エイトの曲はなんかやっぱ聴いててハッとさせられる歌詞が多いよね、基本だけどみたいな、忘れがちだけどそうだよね、大事だよね、多分私たちに合わせて秋元さんも詩への理解が深まりやすいようにとかさ、私たちに合った見合ったものをプレゼントしてくれたんだと思いますけれど、いいよね。私さよならじゃないの踊りすっごい苦手なんですよ、っていうのは振り入れになかったので、なんかね最初の振り入れが前回のハガレンの千秋楽終わった、終わりましたありがとうございましたぐらいにみんなが振り入れしてて、その後こう大千秋楽ということで、東京が千秋楽だったの、大阪から始まったから、だからそれにそう
こお顔出さないと、あのみん打ち上げって言ってもそんなに全てがこの人世の人が打ち上げて全部そのどんちゃん系じゃないですか、ちゃんとこう最後のご挨拶としてこうするものもあったりするんだけど、いやでも最後なーってうわーって結果後日にこうねちゃんと先生に振り入れ出してもらえたけど、やっぱみんながいる振り入れとね1人1対1でされる振り入れなので全然違くて、そう結構最後まで苦手意識やったかもさよならじゃない、そうなの、後から振り踏みてうわーってなった、そうなんだよ、結構そう救援日とかさ終わりましたの後に振り入れとか大事なお仕事入ってることが多かったから、私はそれが結構被ることが多くてね、それで結構損したところはありましたね、いろいろ、そうどっちも大事みたいな。でもやっぱりグループの名前背負ってってなっちゃうと、別あの自分個人だったらいいんだけど、やっぱり AKB って名前があるうちはそう優先順位変えられないけど、でも背負ってるっていう意識があるとおろそかにできないなと思って、そうだから外に行かせてもらう方を優先することが多かったね、うん、これで私行かなかったらちょっと AKB の人なんでこんな来ないのとかなっちゃったら、私だったらいいけど AKB がって思われるのはちょっとよろしくないなみたいな、うん、そこをすごい気にしてたかな。プレッシャーじゃなくて本当 AKB の名が変な風に皆さんに印象を残して終わるのは絶対ダメだと思って、うん、自分がこっちでこうどう言われるのはもう今に始まったことじゃないし、もうそれはもうね諦めるしかないって思ったけど、え頑張ったそれはすごい頑張った、それも苦しかったな最後の1年とか、いやもう終盤ずっと苦しかったね、2、3年ずっとそういう思いしてたかも。うん、それを考えてるときは楽しくなかったかな。あ、すごいあの幸せに卒業しましたよ。もちろんもちろん。そう。こういうことで心配させちゃうからね。そんな皆さんの心配にはこうあれね大丈夫ですよ。本当？区切りからもう終わりにしようか。すいませんね長く付き合わせてしまって。現役っぽく12時に終わろうかな。もう全然そういうのないんだけど。でも仕事があるということで、の日、あ、スクショする、スクショしよう、見える、ちょっと待って見えるかな、こうか撮って、撮れた、撮んないねとか、イエーイ、うわいいんじゃない、ちょっと画角的にこれ、これが難しい、難しいね、つなぐ取っといてありがとうございました。それはもちろん、でもちょっとお休み入る、あ、お家帰ったりとかしたらできるかな。
ありがとう。うん、ほんともし写真あげるときはあのか、ほんと今でも不思議といるんだけど、なんでさ、まあ、今最近はしなかったけどさ、ダメだよそんな半目のあげたりしたら、どういう美的感覚してるのって疑ってしまうよ私は。ほんとにあの可愛いのにしてあげるんだったら私ずっと半目だったかな。そんなことないよね。最初はちょっと寝てたかもしれないけど、もっと目パッチリの取っといてもらおう。これね、これこれこれね、あげるんだったら。あと YouTube ダメね、絶対あげちゃダメね、もうあげちゃダメだからね、本当に許さないんだから。おしまい。フリじゃないから、フリじゃないし、明日クロちゃんとアベマ TV だし見てねじゃあ終わりにするね。エイトの日でした。2025もあるかな。じゃあね、バイ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 、おやすみなさーい。